古今著文集は、鎌倉時代、13世紀前半の人、伊賀守る立花の成り末によって編纂された、世俗説話集。単に、著文集とも言う。事実に基づいた古今の説話を修正することで、解雇的な思想を今に伝えようとするものである。20巻30編726話からなり、根弱物語集に次ぐタイ部の説話集である。 1254年10月頃に一旦成立し、後年増補がなされた。根弱物語集、宇治周囲物語とともに、日本三大説話集とされる。古今著文集所には、宇堅圧章、匠後の盗塁、皇家と特性団のよはなりとあり、宇治大納言物語や豪談章の盗塁として、まとめられた。さらに実録を補うことが意図であることを述べ、 直線集の部類に習ったその構成は実に整然としている。古今朝文集の序や抜文によると、立花の成り末が、勘をやめて、勘化を得て編纂したものである。説話収集にあたっては、大器、中期、合勘章といった家々の記録を調べ、いろいろな場所を訪ね、人から話を聞いたとしている。現在流布しているものは、すべてが、 立花の成り末の手になるものではなく、後年に、合談賞、実金賞などから追記されている。旧館の武勇編で語られた玄義家の逸話をもとに、描かれた月岡義年の、八万太郎義家六国史の後、平安中期から、鎌倉初期に至るまでの説話7 0洋編は、神儀、借教、聖道中心、九字文学、和歌、還元株 脳垣、術道、高校往来、公職、武勇、急戦、馬芸、相撲協力、諸図、蹴鞠、爆地、中到、修弦、愛称、遊覧、宿舎、登場、高原利口、会議、変化、飲食、草木、魚虫、金獣の三十編に分類され、百科事典的性格を持っている。各編の冒頭には、その編に収録されている説話に応じた、 ことの起源や、要約的な内容が記され、それに続いて、説話が、年代順に記されている。題材を多く王朝社会に仰ぎ、証拠傾向も一い。ごとば院、とば法王、金明天皇、陽明天皇、水古天皇、神宮皇后、大賢門院、藤原勘子、江宮院、九条義経、正式部内師、文也康秀で、 藤原よりが、藤原忠実、藤原家高、藤原み国、藤原諸実、藤原高地、藤原よりみ藤原さねさだ、藤原宗介、藤原さねよし、藤原忠だ藤原市長、藤原高仕方、藤原これみ藤原定家、藤原秋助、藤原秋子、藤原末光、藤原金ざね、 藤原清介、藤原忠信、藤原定俊、源正貞、源有人、源常中、源俊封、源広正、年江、昭空、昭角、工房大師、藤原家高、立の正し通り、藤原春也、明日正常、柿の元の人まろ、ためひ中野院通方、講師、白楽天、 幻想、溶勇気、など、ありがとうございます。